腰痛改善のためのストレッチ始めるよ。こんにちは、フィットネスジムベースワンです。ゆっくり仰向けになっていきましょう。仰向けになったら、まずは両足を両手で抱えていきます。お尻と腰周りの張り感をチェックしていきましょう。ゆっくりと揺らして確認していきます。では両手を離して片足ずつもも裏のストレッチです。膝の裏を抱えて膝をゆっくりお腹に近づけていきます。伸び感が足りない方は膝を少し伸ばしてふくらはぎ掴んでいきましょう。呼吸を止めないようにしっかり伸ばしていきます。反対側も行っていきましょう。まずはお腹に近づけて、伸び感足りない方は同様にしっかりもも裏伸ばしていきます。でゆっくり下ろして、3つ目の動きは膝を立てていただいて反対側の足をかけていきます。手で支えてゆっくり内回りひねっていきましょう。ももの横側、お尻をストレッチしていきます。この時も呼吸は止めないようにゆっくりと戻して反対側も行っていきましょう。お尻が硬くなると腰のサポートしてくれる大臀筋の働きが悪くなるので、しっかりとストレッチをかけていきます。では最後、くるぶしを膝に乗せていただいて、両手は足の間から膝を抱えてお尻のストレッチです。膝を抱えるのがしんどい方はももの裏でも大丈夫です。ゆっくりとお腹に近づけて、頭は上がらないように顎を引いてリラックスです。呼吸も止めずに行っていきましょう。反対側もやっていきます。手を通して頭リラックスです。しっかりと伸ばせる方は膝を抱えていきましょう。ではゆっくりとほどいて、ストレッチは以上になります。お疲れ様でした。